新藤康子は、日本の女性イラストレーターである。1974年生まれ、父の仕事の都合で、香川、石川、愛知、東京と転居。東京都立国分寺高等学校を卒業後、武蔵野美術大学造形学部、視覚伝達デザイン学科を卒業した。パッケージデザイナーとして5年間勤務した後、フリーランスのイラストレーターとなった。 2010年1月からツイッターを開始している。好みのファッションの傾向としては主にコンサバティブな服装を上げている。また、幼少期にスヌーピーのぬいぐるみを持っていたことがきっかけで熱烈なスヌーピーファンでもある。大学生時代はスパイラルパーマをかけていた。同じものを色違いで購入する色違いについて、 どうせ色違いするなら、一見違うものに見えるぐらい、印象の違うものを買う、というマイルールを持っている。無地のバッグは革物を持っているのだからという理由で、ナイロンバッグは、柄物を選ぶことを推奨しており、自身も、明細柄などのナイロンバッグを持っている。プロフィール自己紹介、新藤安子、2016年2月6日閲覧。ツイッター。 2016年2月20日閲覧、ありがとうございます。